JR 東日本 E331 系電車 E331 系電車 E331 系電車はかつて東日本旅客鉄道 JR 東日本に在籍した直流一般系電車である。京葉線で使用されていた201系の置き換えを目的として2006年平成18年3月に量産先行車が製造された。 国鉄 JR 所有の鉄道車両で初の営業運転を行った連接車である。第1編成は2006年3月に2回に分けて7両ずつ、車両メーカー、東急車両製造、川崎重工業から公主輸送された。2014年平成26年3月25日に長野総合車両センターに配給輸送され、4月2日付で廃車となった。 軽量ステンレス車体で、全面形状は、山手専用の E231K500 番台や E993K と類似するが、車端部のオーバーハングがなく、台車中心間距離が短い連接式であることから、車体幅は、従来の車両より 39mm 広いに、989mm で、車体全長は 13.24m を基本とし、 片方の台車をその車両に属することとしている。ただし、先頭車、制御車の区配 E331 系、区配 E330 系及び編成分割部の、付随車のサハイ E331 系1000番台、サハイ E330 型は16.5メートルである。E993 系、AC トレイン、2006年7月に、 廃車と同様に客用ドアの数は1両あたり3箇所である。なお、E993 系で採用された外釣りドアは、本系列では採用されず、戸袋にドアを収納する従来タイプとされた。窓枠は、E231 系のような一段加工式ではなく、209系や東京臨海高速鉄道70-000系の開閉化改造窓のような下段固定。 上段下公式である。1編成14両で構成されているが、編成の長さは、既存車用20メートル車の重量編成と同一である。14両はすべて連接化されているわけではなく、7両の連接編成2本が組み合わされ、台車の数は合計16となる。検査などの際は7両ずつに分割されることがあった。視認性を向上するため、 各ドアの端部に E531K で採用した黄色いテープを重複し、通路際の床材の色を黄色とするとともにドアチャイムとドアランプを搭載している。また、自動放送装置を搭載するとともに、各ドアの上部には E231K500 番台などと同一の液晶モニターを2機搭載し、右側は行き先、次の駅、乗り換え案内、運行情報などを、左側は トレインチャンネルとして、ニュース、天気予報、CM などをそれぞれ放映している。また、新たな運行情報が入電されたときはアラートが、明動し、また、始発駅で入電した場合は、発車時点で明動る。釣り川は e 9 9 3系や e 5 3 1系では、黒色だったが、本系列では白色を採用した。なお、優先席付近は年初頭に、 オレンジ色のものに交換した。車内には車椅子スペースを設置したほか、車椅子でスムーズな乗降ができるように専用の格納式電動スロープを設置する。先頭車中央の座席はロングシートとセミクロスシートの両方に対応していて、座席の中央の部分を回転させるとロングシートからクロスシートに変更することが可能である。これは、 戦績専用の2 0 5系3 1 0 0番台の2上シート車、近畿日本鉄道の L、C カーと類似とは異なり、かつて2 0 9系3 0 0 0番台で試験が行われた可変座席と近い構造である。なお、座席モケットの柄は e 2 3 1系5 0 0番台と同一であった。量産先行車の第一編成は2006年3月に2回に、 分けて7両ずつ車両メーカーから公主輸送された。両社は幕張車両センターにて連結され、3月27日より一般路線での試運転を開始し、下旬に試運転を実施しながら、配置先の京葉車両センターに到着している。2007年、平成19年3月18日のダイヤ改正から京葉線で営業運転を開始した。当面は土曜、 休日ダイヤの95運用、列車番号の末尾2桁が94か95の列車のみの運用だが、将来的には平日ダイヤへの運用拡大も予定されていた。なお、平日ダイヤで運用される場合は、先頭車のクロスシート部分をロングシート部分に転換して運用される計画であった。各駅のプラットフォームには本系列の停止位置を明確にするため、 通常の4ドア車とは異なる専用の乗車口マークが設置されており、また運用時には発車表に14両3ドアと表記、一部駅の時表にも表記された。当初は2007年4月30日まで開催の千葉デスティネーションキャンペーンの AD トレインとして運用された。しかし4月に入ってからは運用されなくなり、しばらく 幕張車両センターなどで留置されていたが、10月に川崎重工製の7両が、同社兵庫工場に戻って、部品の一部について改良を行い、10月26日から27日にかけて、兵庫から京葉車両センターまで、公主輸送された。また2008年3月25日に、東急車両製の7両についても、部品の一部の改良のため公主輸送された。 2008年12月までは営業運転にはつかず、京葉線を中心に主運転を行っていたが、12月23日より営業運転を再開し、2009年5月頃に再び営業運転から離脱した。2010年4月3日に再度営業運転を再開した。2010年までの3年間にわたり、京葉線で営業運転を兼ねながらの試験走行を行い、 ダイレクトドライブ方式や連接台車化によるメリット、検査面、コス面を調査した。2010年7月1日から、京葉線には E233 系5000万台が導入されて201系、205系を順次置き換え、本系列は置き換え対象から外れていたが、2011年1月16日に営業運転を離脱して、以降は営業運転につくことなく、 2014年3月25日に長野総合車両センターへ配給輸送され、4月2日付で全車が廃車、解体されたため、形式消滅となった。2007年の運転開始からわずか7年、実運用期間は約4年と JR の車両としては異例の短命だった。また、試作車を除くと JR カゴに誕生した形式としては初の廃形式となった。 本系列は E993 系の成果を受けて開発された車両で連接台車を持つ14メートル級の短い車体が大きな特徴である。制御装置はイベット阻止による VVVF インバータ制御である。電動機は AC トレインで試験された車軸直接駆動式モーターを採用している。また本系列は A 級磁石同期電動機。 PMSM MT77 系を日本国内の新生車両としては初めて搭載した。加速時は、チョッパオンのような非同期音の後一度変調して、その後ほとんど無音となる。減速時は、その逆のパターン、無音非同期音を取る。運転台の速度系と圧力系は2004年。 平成16年以降に製造された E231 系均衡タイプや常磐専用の E531 系と同様の液晶ディスプレイ、グラスコックピットであり、サイズは E231 系500番台の10インチに対し、本系列では12.4インチへと拡大された。また、情報管理システムは E231 系が搭載する t e m s の 発展型であるエイムズを搭載している。客用ドアの開閉時に鳴動するチャイムを採用している。客用ドア上部にはトレインチャンネルと呼ばれる2機の液晶ディスプレイ E231K500 番台と同一のものによって運行情報などを表示るシステムがあり、次の駅の案内などが表示され、漢字ローマ字ひらがなの順に表示される例、次はマイハマです。 ネクストマイハマ、次はマイワマです。この他に、京葉線の通勤者で、初めて自動放送が導入された。音声は日本語、三浦七尾押し、英語、クリステルチアリがそれぞれ担当している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。